バイヤー・ビリガー酸化は、ケトンとカカルボン酸を反応させると、ケトンのカルボニル元の隣に酸素原子が挿入されて、カルボン酸エステルが得られる酸化反応のことである。バイヤー・ビリガー反応、バイヤー・ビリガー転移とも呼ばれる。アドルフ・フォン・バイヤーとビクトル・ビリガーによって1899年に報告された。反応の機構は、ケトンのカルボニル元に対しカカルボン酸が、 嗅覚孵化反応し、全部、ジオールのものカカルボン酸エステルが得られる。ケトのカルボニル元に結合していた2つの炭化水素元のうちの一方が1、2転移を起こして、孵化した酸素原子状に移動すると同時にカルボン酸が脱離する。生成物としてカルボン酸エステルが得られる。カカルボン酸の酸性度が高いほど反応は進行しやすい。 転移を起こす炭化水素元は二つの元のうち、より電子共有性が高い方の元である。すなわち、第三級、アルキル元、第二級、アルキル元、フェニル元、第一級、アルキル元、メチル元の順に転移しやすくなる。ビニル元も、フェニル元と同様に転移しやすいが、かかるボン酸によるエポキシカと反応が競合する。 転移の際に炭化水素元の立体配置は保持される。ただし、酸性条件下の反応であるため、気質によっては、ケトンの α 位のエピカが競合して、エナンチオマー過剰率の低下が起こることもある。環状ケトンに対して、この反応を行うと一つ肝因数が大きくなった、ダクトンが得られる。バイヤー、エビラジャー、V ザエフェクトオブカード、S。 イージェント・オンケトンズ・バー、千八百九十九、三十二、三千六百二十五から三千六百三十三。ありがとうございます。